小三の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして、五目並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで、だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにペッピンさんになれるんやで。その日から私はトイレをピカピカにし始めた。べっぴんさんに絶対なりたくて、毎日磨いてた。買い物に出かけた時には二人でカモナンバー食べた。新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした。トイレにはいるんやで、だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。少し大人になった私はおばあちゃんとぶつかった。家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった。休みの日も家に帰らず彼氏と五目並べもカモナンバーも二人の間から消えてた。どうしてだろう、人は人を傷つけ大切なものをなくしてく。上京して2年が過ぎて、おばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った。
おばあちゃんただいまってわざと昔みたいに言ってみたけどちょっと話しただけだったのにもう帰りって病室を出された次の日の朝おばあちゃんは静かに眠りについたまるでまるで私が来るのを待っていてくれたようにちゃんと気立てのいいお嫁さんになるのが夢だった私は今日もせっせとトイレをピカピカにするおばあちゃんおばあちゃんありがとうおばあちゃんほんまにありがとうThank you.
どうもありがとうございました。